シルバカンヌ修道院、シルバカンヌ修道院は、フランスのプロバンス地方、ブーシュイコール・デュローヌ県の村、ラ・ロック団に立つ旧市東海修道院である。ルトロネ修道院、セナンク修道院と共に、プロバンスの三姉妹の一つとして語られる、簡素さを特徴とする建築群の一つであるものの、本修道院は、他の二つよりは、装飾が多めという特徴がある。 教会堂は12から13世紀に建設され、建築様式はロマネスク様式を基本とし、一部で初期ゴシック様式の構造も見られる。日本語ではシルバカーヌ修道院とも表記されるが、香港ではシルバカンヌ修道院で統一する。シルバカンヌ修道院は1144年、人里離れた川のほとりに苦行目当てで来訪した数人の修道士によって、 設立された小さな礼拝堂シルバカンヌが起源である。このシルバカンヌという名称は、ラテン語のシルバケーナに由来する。あえて人里離れた場所を選んで、修道院が建てられるのは、聖ベネディクトゥス以来のすべての修道院の伝統であり、シルバカンヌに限ったことではなかった。1147年、シャンパーニュ地方にあった、死闘会上位4、等修道院の一つも、 リモン修道院という大修道院から派遣された修道士たちによって修道院としての歴史が始まる。1160年まではアビニョン近くのサンタンドレ、修道院などから1160年以降は近所の有力者により土地などの提供、寄進を受け大いに発展した。現存の教会堂はそのような環境の中で1160年頃、または1175年から建設が始まり、 1230年に完成している。ただしこれは教会堂のみで、回廊などはさらに時間がかかっている。パトロンに恵まれ、以後も施設を拡張し針を持つまでになるが、このような繁栄はいつまでも継続はせず14世紀には徐々に車用が近づく。1358年には略奪に遭い、15世紀になると死闘界を離脱、そしてフランス革命前夜には、 修道士一人が住まうだけの状態となっていた。略奪にあいつつも15世紀前半頃まで、シルバカンヌ修道院の工事は継続された。工事の時期を4段階に区分する見方があるので、フランス革命へ行く前に、この区分を下表にまとめておく。後継の平面図も参照。教会堂は1196年に交差部が完成。内陣には祭壇が設置され、その時点で、 教会道としての使用が始まった。回廊周囲の諸施設については建設時期のさらに詳細が明らかになっている。回廊の西壁は13世紀後半、中庭に面したアーケードは1250年から1300年にかけての建設である。1789年、フランス革命が始まった。そして1790年2月、フランス全土の修道会は、 強制的に解散させられることとなった。シルバ館の修道院も例外ではなく、一旦の国有化後に建物は競売へかけられ、フランス革命後は農場施設になってしまっているという始末であった。流れが変わるのは19世紀である。1834年、歴史的建造物相関でフランス各地を視察していたプロスペルメリメはこの地を訪れ、 シルバカンヌ修道院を含めたプロバンスの三姉妹の国有化及び保護をすべきと主張した。そして1840年に歴史的記念建造物に指定されると、主に1845年から1938年までに二人の建築家レボアールとフォルミジェマイナスの主導により修復が行われた。この工事の結果、おおむね中世当時の姿に特に平面は、 忠実に再現されることとなった。2008年に管轄はフランス国から自治体であるコミューンへ移管された。このようにして、もともとは修道士たちの陰性する場所であったはずのシルバカンヌ、修道院は2013年現在も修道院としての機能はないものの建物は現存しており、また近所の町に駅も設置され、道森の家族が管理する観光名所として、 健在である。さらには、毎年大体7月から9月の間に何度か行われるコンサートの会場としても使用されるなど、新しい形の利用をされるようになった。交通については口述のアクセス不使を参照。平面図建築様式は、基本的にロマネスク様式として分類可能であるが、教会道よりも後に建設された回廊アーケードの戦闘アーチのように、 ゴシックの要素も含まれる。平面は単純、整ったなどと、また、簡素、厳格な指導会建築の代表などとも評されてきた。本節では、シルバカンヌ修道院の各施設についての概略を紹介する。なお右の平面図はドイツ語のキャプションが入っているが、適宜図し、参照し、解説は日本語で行う。 解説の起点はこの平面図左下に示される三連の青矢印とし、境界道外部から内部へ、そして回廊、という順路で解説を行う。境界道の寸法はない方で東西の奥行きが約39メートル、南北横廊が約29メートルである。以下、西正面から東へ順に解説を行う。ファサードファサード前傾平面図の下の方。 濃い灰色の壁で囲まれるラテン十字を横にした部分が教会堂である。修道院の本体である教会堂は西正面に三つの戸口を持ち、ファサード下部には三つの戸口と上部には丸窓、そして中段には三連窓がうがたれている。中央の戸口が新郎へ、両脇の二つの戸口は側廊へ繋がっており、すなわち三廊式の内部空間となっている。また、 この中央戸口は、プロバンスの三姉妹の他の二修道院にはない特徴である。ちなみに、本校最上部もファサードを別の角度から見た画像である。正面中央扉入って、すぐ、振動より、東の後陣まで外人境街道の内部へ入ると、高窓がなくほのぐらい振動が東へ続いている。南側楼には小さな窓が、各米にあるが、北側楼には、 窓はなく、浴廊の手前に、回廊への出入り口のみがある。天井には、先頭アーチのトンネルボールトがかけられている。また、側廊のボールトは、北側の最初の米を除き、特に、傾斜ボールトと呼ばれるボールトがかかっている。先頭アーチは、ロマネスク後期以降、ゴシックでよく使われたタイプの構造である。交差部と、浴廊、法人サズは、 振動から東を向いた図で、後進手前、天井に、バツがかかっている部分が、交差部である。前傾平面図では、ビターンと表記されている。ここの交差リブボールとも、マッキロマネスク建築から見られるようになり、後のゴシック建築においてよく使われるタイプのボールとであり、シルバカンの修道院のものは、かなり早い例とされる。交差部は南北に横廊が伸び、 それぞれの東表には2つずつの詳細室を備えている。交差部の東端にある工神には、バラ窓と三連窓が付属し祭壇へ光を導いている。工神は、角型の平面を示しており、これにより、シルバカンヌ修道院は、死エシ式平面、ベルナール式平面と呼ばれる特徴を持つ。シルバカンヌ修道院はこのラテン十字型の平面を、 持つ建築の代表例として取り上げられる。境界道の北側路より回廊へ降りる。回廊北辺にある中庭への出入り口よりブルンネンを見る。境界道の北側路の内交差部に近い米の北面にある開口部から1.6メートルほど低くなっている回廊へ降りられる。前景平面図で言えば緑色の部分が中庭で、その周囲を囲む通路が回廊である。中庭の ブルンネンとあるのは水場である。ホローの天井は横断アーチのついたトンネルボールトで、四隅のうち北東隅は横断アーチがかかるだけだが、他の隅は交差リブボールトがかけられている。外壁には直接外部とつながる常時オープンな開口部はないものの、中庭に面した壁には南北五、東西六ずつのアーケードが開口しており、そこから導かれる陽光と緑の鮮やかさと、 暗めであった、境界道とのコントラストが印象的である。東ホロウの6つのアーケードのうち南端は、出入り口となっており、装飾性も強く、回廊アーケードをレイアウトする際の起点にされたと考えられている。なお、前景平面図では南北に長い長方形であるように見えるが、実際には対面する各辺は、微妙に長さが違い、完全な長方形とは言えない。 とはいえ誤差の範囲であり、長方形を意図した設計であるとされている。具体的には、外壁当面 27,813mm、西面 27,645mm、南面 24,558mm、北面 24,417mm という、寸法である。大進出。中央は回廊への階段前傾平面図において、回廊の周囲に、 いくつかの部屋があることが確認できるが、これらについても解説しておく。まず回廊北側の一番大きな部屋リーフェクトリアムとあるのが、先日の通りさえ期に建設された大食堂である。回廊当面にある部屋は、北から順に以下のような用途であった。また、2階の大寝室には、先頭アーチの屋根と壁面に並んだ小窓があるだけの、 装飾性のない金欲的な空間が広がっている。王子の修道士たちはここに木の板か麦わらを敷き、雑魚寝していたという。パリ、リヨン駅から TGV にて3時間ほどかけて、エクスアンプロバンス TGV 駅まで行き、そこからバス、またはタクシーで、シルバカンの修道院のあるラロックダンへは3 0トルほどである。 一日八8便ほどのバスではおよそ30分ほどで着く。とはいえ停留所はなく、乗車の際にシルバカンヌへ行くことを告げることにより、シルバカンヌ修道院前で降ろしてくれるという。ありがとうございます。